広島県広島市平和大通り及び平和記念公演集辺をメイン会場に毎年5月3日から5日まで開催される祭りである。動員数は毎年160万人を超え、博多どんたくなどと並び、ゴールデンウィーク中の日本の祭りの中で最大級の動員数である。1975年に平和大通りにて、 広島東洋カープのセントラルリーグ優勝パレードが行われ、当時としては驚異的な30万人を動員。これに後押しされ、すでに平和大通り一帯を会場にした新しい祭りの層を練っていた中国新聞社が中心となり、商工会や市側と接触を重ね、1977年に初開催。3日間で計125万人を集めて大成功を収めた。 開催当初よりミスフラワーを3人選び祭りに花を添えている。1991年以降よりミスコンテスト批判の高まりよりフラワークイーンに名称を改めている。新聞などでは FF と略される。地元民はフラワーと略すこともある。また、広島電鉄の路面電車によるラッピング車両が広島市内を走る。主催団体の一つである。 中国新聞紙面上でも特集記事が組まれ、他紙が5月6日を新聞休刊日にしている場合も新聞を発行している。祭りのメインは開催当初から5月3日の歌詞。祭りの当初は雑誌と呼ばれていた都市民の行進である総合パレードと2002年より行われている5月5日の金祭が主な行事になる。3日の11時に花の塔に点火して、 祭りが開始。平和大通り沿いに多くのステージが設置され、主催者が呼ぶスペシャルゲスト以外にも多くの有名人がステージに立っている。また、パレードのない時間帯には平和大通りは歩行者天国になる。パレードは平和大通りの田中町から平和記念公園前まで行っている。2002年まで5月5日には子供の日パレードが行われ、2002年は 子供の日パレードと金祭が両方行われた。2003年からはパレードは1日になり、企業、一般団体と子供団体が一緒に歩く形になった。2008年より5月3日の総合パレードで、これまでの花車パレードに合わせて折り鶴御子連も行われている。2002年より5月5日には金祭が行われている。 11時からの平和大通りを練り歩きながらの演舞と、パレード後に平和記念公園に設置されたカーネーションステージでの演舞に分かれ、審査している。演舞の際は鳴子を使用することを求められ、使用しない場合は減点対象になる。金祭で使われる曲は、金祭用にアレンジされた花車、広島金祭花車、広島鳴子踊り花車のほか、 オリジナル曲の使用もできる。2008年から参加団体の増加により大通りを2つに分ける形にグループ分けをしてパレードするようになった。2014年からはスタートからゴールまでの約 1.2km を流し踊りの形で演舞をするようになった。広島東洋カープの若手に軍選手がトークショーを開催することが恒例行事となっている。 毎年フラワーフェスティバル会場内に、松田ズームズーム広場が設置され、フラワーフェスティバル限定のカープグッズも多く、販売している。しかし、直筆サイングッズに関しては当日、販売対象分の購入整理券を配布しなければ、ならないほど購入希望者が多く、限定グッズの入手は大変困難である。平和大通り沿い及び、共産会場に、約30のステージが開設され、 歌手が歌ったりしている。ステージには花の名前が付けられていて、花の名前ステージと呼ばれている。メインステージは平和記念公園内のカーネーションステージ。祭りが始まった当初より、平和大通り及び平和記念公園周辺をメイン会場にし、市内各所で開催されている。2000年頃より協賛会場として NTT クレド、 神谷庁舎レオ、広島県庁舎、広島城、ALL 地下広場、アルパーク、フレスタモールかじる横川、夢タウン、広島などでも行われている。開催当初より、三つのテーマを挙げている。また、毎年市民から公募した年ごとのテーマを挙げている。花車、歌、セリオコ、作詞、滝田つね春、作曲、小倉慶、編曲、高田博が、 代表的な公式テーマ曲である。第3回のフラワー歌手にセリヨーコが選ばれた時にフラワー参加として使用開始し会場内やテレビラジオ CM などで多く使われ公式パンフレットにも歌詞が掲載され開会セレモニーの時にフラワー歌手などが歌うのが恒例行事になっている。セリヨーコは第3回以降も第4回及び第9回にも唯一 フラワー歌手に3回選ばれている。ノーマルバージョンのほか、バージョンなども存在し、2010年には、上園のさやかのカバー版が、FF 公式シリーとして、他の公式ソングと合わせて発表された。また、広島市近郊の防災用緊急、放送用サイレンで、ワンフレーズだけ午後6時になると時報として鳴らしている。その他、初回フラワー歌手の、フラワーフェスティバル、 歌、相良直美、作詞、西川幸次郎、作曲、小林亜生、編曲、龍崎隆史が、最初のテーマ曲として使われ、その他初回に、フラワーオンド、作詞、岡本順二、作曲、小林亜生、編曲、龍崎隆史、第3回の花車のカップリングの花の思い、歌、セリオーコ、10回記念に作られた花たちの扉、歌、ジュディング、 作詞、木杉悦子、作曲、村下光造。その後、村下自身が別の歌詞をつけ、霞草のタイトルでアルバム、風車に収録している。近年では、青春は輝いて、歌、神園さやかなどもある。フラワーフェスティバルでは2006年以降、大会主催者が、複数組の FF スペシャルゲストを呼んでいる。呼ばれた歌手は、メインステージなどで歌を披露したりしている。 また、2006年以降 FF ゲストも呼んでいる。フラワー歌手が廃止後は、主に地元に縁のある歌手がオープニングセレモニーで花車を歌っている。2005年まではフラワー歌手が一組呼ばれ、5月3日のオープニングセレモニーの時に花車を歌い、同日のパレード終了後にメインステージで歌謡ステージが披露されていた。 1987年の中山美穂の時は大騒動になり、歌謡ステージが中止になった。祭りの主催は、広島フラワーフェスティバル実行委員会が行い、企画実施本部は中国新聞社、広島本社内部に位置している。主催団体に参加する団体、企業は、広島サイ委員会、広島市、広島県、広島商工会議所、広島青年会議所、 広島観光コンベンションビューロー、広島市商店街連合会、中国新聞社、中国放送で構成入れている。また、広島県教育委員会、広島市教育委員会、広島平和創造基金、広島国際文化財団、広島県観光連盟、NHK 広島放送局、広島テレビ放送、広島ホームテレビテレビ新広島、 広島 FM 層が公演に連ねている。広島フラワーフェスティバル実行委員会に所属する中国放送 RCCTBS 系列では初日のフラワーパレードを生中継している5月3日が土曜に重なる年は王様のブランチ第1部が休止日曜に重なる年はサンデージャポンが休止アッコにお任せが十四時台 2015年は14時21分15時30分の録画時差ネットとなる。近年は、前者は2014年が、後者は2009年と2015年が該当パレード自体は11時台から中継のため、10時台は単発番組を編成。それ以外の曜日に重なる年は、昼帯。について、大礼部を臨時日ネット、2017年は、 パレード中継が10時55分からのため、10時55分までは、テレビショッピングと、番宣番組の自主編成を実施。午前は、臨時に11時30分飛び乗りとし、JNN ニュース、イップグ等の番組表情では、昼帯、JNN ニュースと表記のみの放送に変更。午後は、臨時に、例年は13時55分から、録画時サネット。自社制作の午後の生ワイド、今生。 などは休止とする。2017年は5月1日から休止して、ドラマ、下町ロケット集中再放送の自主編成を実施。また、5月5日の、金祭よさこいも、今生、の、スペシャル扱いで放送する。2017年は13時55分から15時25分の、時間帯で放送。2018年5月3日は、サムライベースボール、広島 VS 巨人。 松田スタジアムを13時55分から TBS 系列全国ネットで放送したため地元球団の中継に差し替えた地域を除く昼帯午後は15時50分からの時差ネットとした RCC は自社の中継機材要因の大半をパレード中継優先としたため野球中継については TBS が中継者と一部の要員を MBS が スポーツコーダ機材を派遣した。このため、野球中継については、通常の RCC、TBS の共同による制作著作ではなく、TBS 単独の制作著作となり、ただし実況は、RCC の坂上俊二が担当、RCC は MBS と共に制作協力扱いとなった。時期的に3日のうち高い確率で、雨が降り、3日とも晴れるのは稀であるとする、 雨のジンクス、都市伝説がある。しかし、大会主催発表では、必ずしもそうとは言えない。観覧者の数は、開催当初より120万人を超え、この120万人を切ったことはない。天気及び観覧者数は、2014FF、公式写真集及び公式サイトを参考にした。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。